まともに生活できる仕事を、人間らしく働きたい、全国青年大集会2008を開会します。司会を務めさせていただきます全農連青年部の野村正弘と、青年劇場の牧田優子です。よろしくお願いします。お願いします。この集会は参加者一人一人が作る集会です。参加者同士がお互いを尊重し、協力し合いながら成功させていきましょう。それでは集会実行委員会からの開会挨拶を行います。主催者を代表して民生同盟中央委員長の田中さん、よろしくお願いします。全国からお集まりの皆さん、こんにちは。私たちの呼びかけにこんなにたくさんの仲間が集まったことに、主催者を代表して心から感謝します。皆さん、今日の集会は参加者が多いだけではありません。全国で繰り広げられた数々の集会、交流会やアンケートで語られた数えきれない若者の声が、今日この明治公園に集まっています。私もたくさんの青年の声を受け止めてここに参加しています。日雇い派遣で働く青年がギリギリの生活をしながら、お昼のご飯を食べるお金もない、交通費を払うお金もない青年、いい仕事はしたいと思っているのに夜中まで残業させられ、辞めざるを得なかった青年もいました。今日ここに集まった皆さんも、たくさんの願いと胸に積まれた思いがあると思います。自分の努力が足りないから仕方がない、自分はまだマシな方だからと思っている人もいると思います。でも皆さん、今日は一人ではありません。正規非正規、あらゆる職種の違いを超えて、同じ思いを持った仲間がここにいます。一人一人の願いが今日はつながります。辛さやしんどさ、生きづらさは自分だけのものじゃない。だからこそ、みんなで手を取り合って一緒に変えていこう、そういう若者の連帯していく道があります。昨年5月20日3300人が集まった集会から1年半、青年の連帯と共同の広がりは2007年でとどまることはありませんでした。その力は大きく世の中を動かしました。政府がネットカフェで暮らす若者に支援を始め、大企業が製造現場から派遣をなくし始めました。最低賃金は2年連続で2桁アップです。派遣法抜本改正を求める共同も広がっています。私たちの声は無力ではありません。一人一人の声と若者の連帯が、社会と政治を動かす大きな力を作り出しています。まともに生活できる仕事を、人間らしく働きたい、みんなの声でこの集会を一緒に作り上げていきましょう。今日の集会で一人一人が自分の中の小さな勇気を育て、仲間と一緒に大きな力にして新しい一歩を踏み出しましょう。そのことを呼びかけて開会の挨拶とします。共に頑張りましょう。ありがとうございます。それではまず、職場の違法をやめさせる戦いに立ち上がっている皆さんを紹介します。一人目は松下プラズマの偽装請負を告発し、大企業の雇用責任を認めさせる画期的判決を勝ち取った吉岡勉さんと大阪の仲間の皆さんです。10.5 青年大集会に集まってくれた皆様、こんにちは。松下プラズマディスプレイが行った人権侵害と不当な雇い止めに対して戦っている吉岡勉と申します。
昨年の 5.20 青年大集会に引き続き発言をする場を与えてくれましてありがとうございます。まず4月25日の松下プラズマディスプレイ偽装請負事件大阪高等裁判所判決のご報告をさせていただきたいと思います。昨年の青年大集会で私は皆さんに大阪地裁判決は不当判決だったががっかりしないでほしい、判決文の内容は高裁への戦いに十分につながった内容になっていますので、単に裁判に勝った負けたで判断しないで、原告本人はやる気十分ですし、この戦いで戦っている仲間も私と同じ思いで戦っていますので、これからも職場から偽装請負をなくしていく戦いにご賛同してくれますようよろしくお願いいたしますと報告させていただきましたが、本日皆さんに4月25日に逆転勝利判決を勝ち取りましたという報告ができまして、諦めずに戦ってきて本当に良かったと思っております。改めて勇気を出して偽装請負違法派遣を告発して戦っている仲間や応援してくださっている全国の皆さんに、皆さんの偽装請負違法派遣許せないという声で逆転勝利判決を勝ち取ることができましたとお礼の挨拶をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。私がついていた部門の仕事は12時間15分拘束の夜勤を含む2勤2休の勤務でした。2勤2休の勤務ですので、普通に考えれば1ヶ月に約15日の出勤ということになります。私には2004年3月20日に父親を亡くしたという事情もあり、松下プラズマの職場で一生懸命働いて頑張ってやっていこうと心に誓っていましたので、少なくとも1ヶ月に22日は出勤していたはずです。2004年の7月には27日も出勤して本当にがむしゃらに働いてきました。ところが2005年3月26日の日に松下の班長から時給1350円のパスコから時給1200円のアクティスへ移籍しなければ辞めさせるぞと言われました。班長はアクティスへの移籍にあたって3月1日の日にはこちらからも悪くならないように働きかけておくからと私に言っておきながら、私に文句を言っているのはお前だけだぞと言いながら移籍を迫ってきました。班長は今まで吉岡ちゃんのおかげでこの風着工程は持っていると思うと私のことを評価してくれていた方でした。なぜ仕事の上で評価されていた私がこのような嘘をつかれ、その上辞めさせられなければならないのでしょうか。そして事件の経過の中で松下プラズマは労働局に偽装請負を告発した私を2005年8月22日に直接雇用しましたが、まるで見せしめだと言わんばかりに広い資材置き場にテントを一つだけ設置して私を隔離した上に、私の実質の上司であった総括班長があってもなくてもいいようなどうでもいい仕事だから適当にやっておいてというような仕事を与えるという嫌がらせを私に仕掛けてきました。それだけでなく懲戒には参加させない、社内報は渡さない、掲示板を見ていたらひっくり返す、本当に筆舌にしがたい嫌がらせを散々したがいく、私をたったの5ヶ月で解雇したというのが私の事件の経過です。こんな正義に反することが許されてたまるかという思いで裁判で戦い、昨年の大阪地裁での不当判決後、偽装請負という犯罪行為に巻き込まれた被害者である自分がさらに不利益を被り、違法行為を行った松下プラズマが免罪されるなどといったことが果たして許されていいのかという思いでずっと戦ってきました。昨年の大阪地裁が下した判決は、偽装請負という反社会的な行為を行った企業がその違法行為を告発した者を短期間の有期雇用で雇い止めしても許されるといったことを容認したものでした。大阪地裁が下したような判決が社会的に認められると、誰も偽装請負という犯罪行為を告発しなくなってしまいます。私たちは生きるために働いているのです。誰が自分の生存権を奪われてまで偽装請負を告発するのでしょうか。司法が違法行為を容認する社会、司法が製造権を否定する社会、こんな社会に果たして未来があるのか。ずっとこの思いを持ち続けながら勇気を持って偽装請負違法派遣を告発して戦っている仲間たちと共に戦ってきました。4月25日大阪高等裁判所は、労働者派遣というのはあくまでも人身売買と同等とみなされ禁止されている労働者供給事業の例外として認められている雇用形態であり、法律を守っていない違法派遣偽装請負は労働者派遣ではなく法律で禁止されている労働者供給事業であるという判断を下し、職業安定法44条違反という形で偽装請負をしていた
就業先の会社にこそ責任があると厳しく断罪します。人身売買を禁じた職業安定法に基づいた偽装請負を基づいて偽装請負を断罪した意義が大変大きいと思います。派遣会社で法律を守っている会社はほとんどありません。私は当初から自分の戦いは人間を物のように扱う労働者派遣という奴隷労働をなくすための戦いだと提唱して戦ってきましたが、そのことを確定させる大きな力となる判決が4月25日に下されましたので、何としてもこの判決を確定させたいと思っております。大阪高裁の判決に対し松下側は、偽装請負、違法派遣、軽微な犯罪じゃないか、偽装請負、違法派遣という手法を使うことによって産業の空洞化を防ぐことができた、何が悪いのだと開き直り、最高裁に対してこれらの手法を容認しなければ海外に工場を移転するぞという脅迫に近い形で上告しております。今会場で松下側の上告を棄却するための署名を100万筆集める取り組みをいたしております。ご協力の方よろしくお願いいたします。最高裁に対し、偽装請負、違法派遣、許せないという怒りの声がここまで来ているというものを示し、運動で政治を動かし、職場から偽装請負、違法派遣をなくす戦いを皆さんと共に行っていきたいと思っております。共に頑張りましょう。藤岡さん、ありがとうございました。2人目は徳島日夜科学でより良い労働条件を求めて偽装請負を告発した島本誠さんと徳島の仲間の皆さんです。お願いします。あ、皆さんこんにちは。JMIU 徳島地域支部日夜科学分会の、島本と、メンバー、5人です。よろしくお願いします。日夜科学の、偽装請負告発しての、話をさせていただきます。日夜科学の正社員と私たち請負契約労働者は朝から夕方まで全く同じ仕事をしていました。違いといえば、所属する会社が日夜科学と、請負会社ということ、年収が半分、高熱が出ても有給が取れない、何かあれば一部の日夜科学の社員から差別やいじめを受ける、正社員と請負、一体どうしてこんなに違いがあるのか。そして経験を積んでいくうちに、経験の浅い年収倍以上の正社員に仕事を教えるという、とてもやりきれない気持ちで仕事をしていました。収入、待遇などで日夜社員とは大きく違いがあり、私も含め多くの請負労働者は、あんな日夜の正社員になれたらええのになぁと羨ましく思いながら仕事をしていました。そんな中、日夜科学が求人を出したことを知り、ハローワークへ行き応募しましたが、ハローワーク職員に、現在日夜で働いている請負派遣の方は応募資格がないと、日夜科学の社員と請負労働者の格差を埋めるには日夜科学の社員になるしかないのですが、日夜の試験を受ける資格すらないという現実を突きつけられました。平成18年8月末、請負会社の未払い賃金のことで労働組合 JMIU に相談。そこで自分たちの置かれている状況、日夜は私たちを直接雇用する義務があり、正社員になれるかもしれないと、日夜の受験資格がない以上、私たちが日夜の正社員になるためには偽装請負を告発するしか選択する道はありませんでした。そして平成18年10月、偽装請負を労働局に申告しました。私たちは確かに違法な状況下で仕事をしていましたが、そのことを正したいという正義感だけで告発したのではありません。同じ場所で朝のおはようございますから夕方のお疲れ様まで全く同じお仕事をしながら、年収待遇などに大きな違いに苦しみ、請負労働者ではなく、あの日夜の社員の立場で仕事がしたいと、ただそれだけの思いで唯一の選択肢を選んだだけだったのです。請負労働者と日夜科学の社員の年収待遇など全てにおいて大差がなければ、偽装請負という違法な状況下で働いていても偽装請負告発はなかったと思います。徳島県の仲介労使合意、雇い止め、採用試験の差別、徳島県の裏切りなどいろいろありましたが、去年の10月から
日夜に派遣で働くことになりました。平成20年8月20日徳島労働局は日夜雅楽と請負会社の偽装請負を認定し行政指導を行いました。しかし日夜に対して直接雇用の指導は行いませんでした。そして9月30日派遣の仕事等々切られました。私たちは日々の努力で日夜雅楽の社員に負けない成果を上げ、周りに認められても大きなリスクの上、勇気を持って偽装請負を告発しても報われない現実に悔しさ、憤りを感じ、そしてこの先不安でどうしようもない気持ちでいっぱいです。厚労省労働局は偽装請負告発者の立場を、請負労働者だが実態は労働者派遣なので派遣労働者派遣法で派遣法違反で指導するが、請負労働者なので派遣労働者ではない、だからといって職安保44条違反などは該当しない、ただし労働者の雇用の安定は守らなければならないが、あなた方の雇い止めはどうすることもできないというわけのわからないことを言っています。実際は違法企業を守りつつ、労働者が失職してもハローワークで対応しようという、そういう立場です。厚労省労働局が私たちのような非正規労働者がどのような状況で働き、どのような思いで生きているか、その立場でなって考えていません。現行法でも十分労働者を救える方法があっても救う気がありません。労働者派遣法は派遣請負労働者を守る法律にはなっていません。派遣法を抜本改正し、本当の意味で労働者を保護する目的とした真の労働者保護法、真の労働者派遣法が必要だと思います。私たち JMIU 日夜分会は力の尽く限り精一杯やっていこうと思っております。ありがとうございました。それではすみません、皆さん後ろの方で立たれている方、できる限り座っていただければ、まだだいぶ後ろにも人がちょっと増えてきておりまして、見えない可能性も出てきて申し訳ございません。座っていただければ協力いただければと思います。あとお忙しい中、日本共産党の委員長の C さんが今駆けつけていただきました。どうもありがとうございます。それでここで、当初のプログラムにいなかったんですが、サプライズゲストです。経団連御手洗会長のお膝元、キャノンで偽装告発を訴えている仲間の皆さん、キャノンの非正規の労働者で作っている組合の宮田さんが今日お越しいただいてますので、一言いただきたいと思います。キャノン非正規労働組合の宮田裕二です。去年の10月に機関社員としてキャノン直接雇用でされましたが、7月22日に総務課長と相談を受け、言葉のキャッチボールができないと単純なミスを理由に8月いっぱいで雇用満了と通告されました。解雇の理由は納得いかないです。それは自分は社員として仕事をしたいだけなんですけども、それができない自分があります。他の、今まで他の請負会社で6年半近く働いてきましたが、何度か会社の都合で退職して諦めて転々と仕事をしていきました。もういい加減泣き寝入りをするのはうんざりしていますので、10月1日に仮処分申し立てを東京地裁に行いました。自分みたいに辞めさせられた他の人たちの分も頑張っていこうと思います。これからもよろしくお願いします。キャノン非正規労働者組合の阿久津と申します。本日は急遽このような発言の場を与えていただき、どうもありがとうございました。私たちの組合では理由にもならないような理由で宮田君をクビにしたキャノンを絶対に許すわけにはいきません。
私たちの組合は、自主独立で活動している20名にも満たない小さな組合です。これからキヤノンという大きな相手と戦っていく中では、皆様に、ご支援をいただくこともあるかと思います。その時はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、ショップ99で名ばかり店長として長時間労働を強いられ、会社側と戦っていらっしゃいます清水文義さんと首都圏青年ユニオンの皆さんです。よろしくお願いします。私はフリーターを8年という長い期間を経て、ようやく9年目で掴んだ正社員の職でした。私が高校を卒業した当時は就職氷河期で正社員の仕事がほとんどありませんでした。でも私はショップ99に入社して1年2ヶ月というわずかな期間でうつ状態と診断され働けなくなりました。今も体調が悪くて毎日薬を飲む、そのような状態が続いております。自分は正社員として胸を張れるように、そういうふうになりたいという思いで入社しましたけれども、今は夜も眠れず薬に頼ってなんとか生活している、そんなような状態です。本当に何もできなくなってしまった自分というのが、本当に苦しい毎日が続いてたんですが、何もできないと手を挙げたら、その手を掴んでくれる仲間がいました。その手を掴んで離さなかったのが首都圏青年ユニオンです。何もできないけれども助けてくれた、泥沼から引き上げてくれました。私は一人じゃない。今日も本当に多くの仲間に支えられてこの場に立つことができました。自分たちに課せられていることが一つあるとすれば、それはつながることだと私は思います。私は一人じゃない。そうやって助けてくれた仲間のためにも、ショップ99名ばかり管理職、名ばかり店長をなくしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。勇気を持って告白する戦いに参加される皆さんの発言、 とても勇気をもらいました。続きまして、共に戦う仲間の連帯の挨拶をいただきたいと思います。はじめに、製造加工などものづくり系現場や土木建築運輸で働く派遣業務系及機関工などの連帯を広げるガテン系連帯共同代表の池田一慶さんです。皆さんこんにちは。今日はこの場で話せることをとても嬉しく思います。私は日野自動車で派遣社員として働き、そこで見てきたいろいろな厳しい労働条件、人を使い捨てにするこの派遣の仕組み、これを変えなければならないということで、一緒に住んでいた新潟のおじさんと一緒に組合を立ち上げ、ガテン系連帯を立ち上げました。もうあれから早いもので2年が経とうとしています。しかしこの2年、大きく状況が変わったんじゃないかと思います。この2年間を考えてみると、先ほどお話をされた松下プラズマや日夜化学、紅葉シーリング、フルキャストやグッドウィル、様々な現場で様々な形で派遣社員が自分たちで自分たちの道を切り開くために、仲間と手をつなぎ、そして戦って成果を上げた、それが社会全体の状況も変えたんではないかというふうに思います。日野自動車でガテン系連帯は工場の前でチラシを巻き、あるいはライブをやって歌って踊ってして、あだこだ好き勝手やったわけですが、その姿を見て正社員はこう言いましたね。池田君はいいよね、正社員は何も言えなくてさ、
確かに僕らの状況は厳しくあり、またこれからの道も険しいでしょう。しかしながら、そこで戦いを始めた僕らの姿というのは、単に状況が良くなるというだけではなくて、勇気にあふれた人間的な姿なんではないかというふうに思います。これからですね、派遣法をめぐっては、まだまだ課題が多く、皆さんで力を合わせてさらに進めていかなければなりません。10月9日には院内集会を持ちます。そして12月の9日にはこれまでガテン経営連帯や派遣ユニオン、全国ユニオンなどで連絡会でやっていた派遣法改正の動きというのをさらに労働組合の枠を超え大衆的な運動をもって変えようという1000人規模の大規模な集会を予定しております。皆さん、どうぞご協力ください。そして、みんなが羨ましがるような運動を作って、この世の中を変えていこうじゃありませんか。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、朝日新聞社が発行する英語新聞ヘラルド朝日の編集部での偽装請負を告発し、新聞社での非正規雇用をめぐる違法行為をなくすために活動を続けている松本千恵さんです。皆さんこんにちは、松本千恵です。私たちの組合の名前はヘラルド朝日労組という名前だったんですけれども、最近名前を変えまして新聞ワーカーズユニオンという名前になりました。仲間は私の他に2人いるんですけれども、朝日新聞が発行する英字新聞、英語の新聞でヘラルド朝日という新聞を編集する記者や、翻訳者でありました。ところが、会社に毎日出勤していて、上司から、正社員の上司から指揮命令を受けていたんですけれども、それでも業務委託フリーランスだとして扱われ、組合を立ち上げて、会社と交渉をし続けましたが、会社との交渉は決裂し、権利は勝ち取れませんでした。それで結局不当解雇ということになったんですけれども、裁判でも最高裁まで負け続け、組合も、潰されて、結局ずっと負け続けの戦いでした。でもそれでもここに今まだ立ち続けて、運動を続けているのには大きな理由が2つあります。1つは、私たちの問題というのは偽装請負でした。それは朝日新聞が、松下プラズマやキャノンの問題を告発していた、いる前だったんですけれども、朝日新聞は自社の中で偽装請負を行っていながら、その問題は解決してこなかった、そして目をつぶって問題を隠蔽しようとしてきたということを、私たちはまだ訴え続けて、まだ問題が存続していると思っているので、それを訴え続ける必要があると思っています。これは朝日新聞だけに限らず、マスコミ各社、テレビ、ラジオ、新聞、出版に多く見られる問題です。今まだ新聞ワーカーズユニオンとして存続しているんですけれども、問題は大きく業界内に蔓延しているので、その問題を業界の仲間とともに、訴え続けていこうと思っています。それで、今一般労組、全国一般労働組合というところ南部に所属しているんですけれども、新聞業界の正社員の労働組合の仲間と協力して、少しずつ業界の、この偽装請負の労働問題、雇用問題について取り組んでいこうと第一歩を踏み始めたところです。それ以外にも、先ほどお話にあったキャノンや松下の仲間とともに、偽装請負告発者ネットというネットワークを作って、行政に対し、または経団連に対して要請行動を行っています。もう一つ必要だと思うのは、この、こういった大きな集会に招待されて、これだけの皆さんに私たちが抱えるそれぞれの問題を持ち帰っていただいて、一人一人こういった問題があるんだよって周りの人たちにどんどん伝えて言っていただけることがすごく大切だなと思っています。それは私たち特に、
感じるのはマスコミ業界の中での問題なので、マスコミの方たちは私たちの問題を取り上げてくれません。それですので、こういったところで私がマスコミになって媒介になって皆さんにお伝えすることで問題を認識してもらえるんだなと思っています。これからもまだまだ運動を続けていきますので、共に頑張りましょう。ありがとうございます。ここで連絡なんですけど、リレートークこの後用意しております。発言を予定されている方、こちらのステージ横までお集まりください。松本知恵さん、ありがとうございました。この他にもですね、本集会には日本青年団協議会、新日本婦人の会、それに昨年を超える、幅広い多くの労働組合の皆さんが、賛同いただいております。改めまして、新しいつながることをできたことをここに感謝したいと思います。どうもありがとうございます。それではここで全国120万人の労働者を組織する全国労働組合総連議長大黒作治さんを紹介します。紹介いただきました全労連の議長を務めています大黒と申します。 10.5 青年大集会の皆さん、本当にご苦労様です。全労連を代表して心から連帯のご挨拶を申し上げます。100年前の石川啄木という人が、働けど働けど我が暮らし楽になざるきじっと手を見るという歌を歌いました。100年経ってもこの歌が私たちの胸に凛と伝わってくるわけであります。小林滝次の蟹公船も叱りであります。一般的には歴史が発展すれば社会が進歩する、これが法則であります。19世紀に入って労働者が集まって労働組合を作りました。それまではその日をギリギリ暮らすという日々が続く、幼い子供までが労働の場に駆り立たされる、そういう実態でありました。労働者は工場主や軍隊の弾圧と戦って声を上げて、労働組合の合法化、ストライキ権や労働三権、賃上げや8時間労働などたくさんの権利を勝ち取ってきたわけであります。20世紀になって子どもの強制労働の禁止や人権擁護や女性保護が社会的な責任の問題となって解決を、あるいは貧困からの解放を勝ち取ってきました。ところが21世紀になって働く貧困層の社会問題になっているわけであります。その原因は大企業が飽くなき利潤を追求することによって、今では非正規労働者が1700万人を超える、年収200万円以下の労働者が1032万人、110万人を超す所帯が生活保護を受けている、これが日本の現状であります。儲けることしか考えていない新自由主義は、働く者が黙っていてはこれでもかこれでもかと無権利で低賃金な状態を押し付けるだけであります。これが資本主義であります。だが日本の未来を考えるときに、若者と女性の半数が非正規、この現状を解決せずして、また働く貧困層の問題を解決せずして、明るい未来は語れないと思っています。
最近のある調査では製造業に働く派遣労働者へのアンケートで 72% が自ら派遣を望んだわけではないと答えているわけであります。みんな安定した仕事がしたい、雇用を望んでいるわけであります。皆さんに訴えたいわけであります。正規も非正規も老いも若きも男性も女性もこのような歪んだ社会を立て直そうではありませんか。皆さん、歪んだ社会を立て直すには世の中の理不尽なことは道理をもって、不正義なことは堂々と正義を貫くことであります。人間を道具のように使い捨てにする、いつ首切られるかわからない、この理不尽を、派遣労働をすぐさまやめさせようではございませんか。正社員をリストラし、無権利で低賃金な非正規労働者に置き換えた財界と政府に、そして企業や自治体に対して若者を正社員で雇え、人間扱いしろ、声を上げようではありませんか。自己責任を押し付ける社会から、人間には生きる権利、働く権利があるんだという正義の声を上げようではありませんか。全農連はこのような声を結集して、政府や財界、そして個々の企業や自治体に対して社会的責任を求め、人間が人間らしく扱われる社会、人間の尊厳が大切にされる社会の建設に向けて共に努力しようではないかと呼びかけるものであります。青年の皆さん、しかるべき総選挙では派遣労働を全ての職種に広げた政党に通貨を与えようではありませんか。財界言いなり、アメリカべったりの政治を変えさせようではありませんか。金儲け大臣から人権と平和が花開く世紀、21世紀に向けて本当に皆さんと一緒になって全農連も粘り強く戦うことを決意をいたしまして、全体の挨拶といたします。共に頑張りましょう。ありがとうございます。今国会では労働者派遣法の改正が熱い焦点になっています。ここで日雇い派遣の実態についての告発を行います。第1集会実行委員会は本集会に向けて日雇い実態調査を呼びかけ、その実態を集計しまとめを発表いたします。皆さんのお手持ちの封筒に入っている日雇い調査報告をご覧ください。実行委員会を代表して民生党名の清澤さんが報告します。日雇い派遣調査について報告します。調査は都市部を中心に16社19営業所113現場の事例を集計しました。調査から見えてきた日雇い派遣の3つの特徴と取り組んでの実感を報告します。第一の特徴は低賃金だということです。時給の平均は917円、日給の平均は7357円で、実質的には最低賃金すれすれの会社も少なくありません。また問題なのは交通費の支払いが不十分なことです。中には交通費は2000円を超える分しか支給しない、そういうひどい事例もありました。安全協力費、研修費、キャンセル料などさまざまな理由をつけたピンハネと合わせて、ただでさえ安い給料から
さらに絞り取る、そういう派遣会社の実態が明らかになりました。こうした中で家がない、交通費や食費が払えないなどの事例が寄せられています。日雇い派遣がワーキングプアの温床になっていると言えます。第2は、人間を物扱いし人間性を踏みにじる働かせ方だということです。4階まですごい重い荷物を走るように運ばされ、歩いていると怒鳴られる、40度を超える室内と、冷蔵庫の移動で体調を悪くしたなど、人間を人間として扱わない働かせ方が横行しています。また会話が全くなかったという回答が多く寄せられているのも特徴的です。物扱いの労働に加えて、その日限りの人間関係では常に不安や孤独を抱えて働かざるを得ない、人間性を踏みにじる働かせ方だということが浮き彫りになりました。第3は、明日の予定も立てられない、自分の将来も見通せない働かされ方だということです。当日や前日に急に休みになったり、仕事の終了時間が当日に決まって稼ぎが安定しない、半年先に何をしているかわからないなどの声が寄せられました。さらに、ずっとこのままの働き方では不安、抜け出さなきゃいけないけどもう意欲が湧いてこないなど、将来に不安を感じ意欲さえ失わされている青年の姿がありました。最後に、調査の中で日雇い派遣の青年自身から不満はない、日雇い派遣は必要という声も聞かれました。しかし、これらの声を表面的に捉えただけでは、その背後にある実態や悩み、願いは見えてこないと思います。私たちは不満はないという青年にも、まず仕事の実態を聞かせてほしいとアンケートをお願いしました。そして出された実態に対して、その働き方ってひどいですよねと話すと、そうですよねと多くの青年が共感してくれました。また低賃金、人間性を踏みにじる、将来への見通しが持てないなどの特徴は、日雇い派遣だけでなく登録型派遣にも共通する特徴です。今議論されている労働者派遣法の改正が、こうした実態を抜本的に解決する改正となるよう強く求めます。ここで実際に日雇いで働いている前田さんより実態の告発をお願いします。こんにちは、はじめまして。私は今、ありがとうございます、千葉で日雇い派遣で働いている前田です。私が日雇い派遣で働くことになったのは、以前常用雇用の派遣で働いていたときに、日々の睡眠時間が3時間、連続20日勤務、残業代は1ヶ月で1000円しか支給されませんでした。そんな働き方が続いた結果、精神的にも肉体的にも追い詰められ、体を壊してしまい、病気になり辞めざるを得なくなりました。その結果、アルバイトでも正社員でも面接で断られ続けて、就職できないまま日々が過ぎ、金銭的に厳しくなったため日雇いで働き始めました。日雇い派遣で働いて1年半が過ぎ、行った派遣先は50社を超えました。日雇い派遣で働いていて思うのは、その日その日で使い捨てにされるということです。次の日には違う人が来るので、極限まで体力や精神力を使わせる。仕事が終わったと思ったら、派遣元から突然電話がかかってきて、2つ目の現場に行かされることもあります。朝から夕方、夕方から夜中、2つの現場を行き来する交通費は全く出ません。外資系の物流倉庫で働いた時には、社員がストップウォッチで作業時間を測り、ランキングをつけて下の方のライン、順位の人には帰らされる。トイレの時間は3分と決められて、休憩時間もまともにない状態です。そんな中で私は働き、人運営にかかってしまいました。9度以上の熱があり、入院ですと言われて仕事を休もうと派遣元に電話をしても、
どうにかならないんですかと派遣元に言われました。私も追い詰められていて、どうにかならないかと医者に聞いたら、怒られて、そこでやっとおかしいことに気づき、どうにか休むことができました。この間、私たちが派遣労働者向けの聞き取り調査をする中で、昨年、千葉の市川市内の倉庫内で、21歳の女性が 3.8 メートルのフォークリフトに乗っての高所作業中に転落し、脳挫傷で亡くなるという痛ましい事故が明らかになりました。千葉の労働局に聞いたところ、派遣労働者の死傷者数は2年間で3倍にまで増えているということも分かりました。日雇いはその日限りなので、まともな手順や何が危険なのかということを教えてくれる現場は少ないです。私たちは何も教えてくれない、休憩の時間がまともにはない、会社の都合で帰らされることが当たり前の環境に、慣らされておかしいことが普通になっています。断れば仕事を回してくれなくなるので、夜中の2時に電話がかかってきて、明日の仕事が決まりました、集合時間は7時ですと言われても、よかった、明日は仕事があると思わされてしまいます。交通費は支給されないけど、日雇いなんだからしょうがない。他の派遣会社に比べたら、私が働いている派遣会社は給料が少ないけど、違法行為があまりないからマシ。そういう当たり前、しょうがない、まだマシという感覚は私にもありました。でも、いろんな人の実態を聞き、交流することで、それは当たり前なんかじゃない、しょうがないことじゃないと気づきました。それは、非正規でも正規でも学生でも同じように思わされているんじゃないでしょうか。私たちは物ではありません。そんな不当な扱いを受けたくて受けているわけではありません。まだ大丈夫なんて言葉は大丈夫じゃないから自分を頑張らせるために言っているだけなんです。今のままでは将来に希望が持てない、そんな悩みを抱いているのは非正規でも正規でも学生でも同じです。人間らしく生活ができない、こんな悲しい悩みは早くなくすべきだと思います。私たち若者が力を合わせて連帯し立ち上がっていくことでこんな悩みはなくなると思います。戦いはこれからです。千葉でも青年ユニオンを作ろうと動き出しています。私はこの集会にはたくさんの人の願いが詰まっていると思います。とても大きな意味のあるこの集会を起点として一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、貧困の実態の告発と反貧困の運動の広がりについてです。反貧困ネットワーク事務局長の湯浅誠さんです。湯浅さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。まず最初に、数日前に大阪の難波のビデオ店で亡くなった、15人の方たちの冥福を祈りたいと思います。そして加害者の方にも思いを馳せたいと思います。秋葉原の事件の2倍をに達する方たちが亡くなっていながら、今回はそれほど掘り下げた報道とか出ているようにちょっと思えない。いろいろと被害者の人たちも、そして加害者の人たちも、いろんな複雑な事情があったんだと思います。褒められたことばかりでもないでしょう。ですが、そうした褒められたことばかりでもない複雑な事情や、その気持ちに思いを馳せないような社会は、私はいい社会とは思えない。今、日本社会は大きな岐路に立っていると思います。そうした悲惨な事件を起こし続ける社会を続けるのか、それをやめるのか、子どもや障害者や高齢者や、そして働く人たちの社会保障を充実させていく社会にするのか、削り続ける社会をするのか、生活の底が抜けたような社会を続けるのか、底を上げるのか、貧困が自己責任だという社会を続けるのか、貧困が自己責任ではないという社会にするのか。私は貧困は自己責任ではないと思っています。じゃあ私たちに何の責任もないのか。そうではないでしょう。私たちにも責任があります。それは
例えば労働基準法を守らせる責任、生活保護法を守らせる責任、社会保障を充実させる責任、労働の崩壊を歯止めする責任、憲法を守り守らせる責任、私たちはそういう責任をこそ負っている。私たちの本来の責任を果たすべき時です。ミレニアム開発目標というのがありまして、国連では2015年までに世界の貧困を半減させると訴えています。そして日本も含め各国が取り組んでいます。しかし日本の国内の貧困については政府はずっと無視し続けている。私は来年政府にちゃんと貧困の削減を何年後にここまでやるんだという目標を立てさせたい。来年が無理なら再来年立てさせたい。再来年が無理なら3年後に立てさせたい。諦めずにやっていきたいと思います。皆さんもそれぞれの職場や学校や家庭で問題が山積していると思います。その問題に一つ一つ取り組むことが、ひいては貧困問題を改善していく、世の中の大きなつながりを意識しながらそれぞれの問題に取り組んで今後も連帯を深めていきたいと思います。ありがとうございました。すいません、宣伝2つ、2週間後の10月19日に、ここで反貧困ネットワーク主催の反貧困世直し一期大集会というのがあります。ぜひ今回来ていただいた方たちは2週間後にまたここに来ていただきたい、それでみんなで、盛り上げていきたいと思います。あともう一つ、あそこでもやいのコーヒー売ってますんで、ぜひ暑くなりましたし一杯飲んで帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。